Kindle、 いかにも意識高い系に愛されていそうなこの端末は、睡眠に問題を抱える人が今まさに購入を検討しているものの一つだろう。もしくはこの鼻につくサムネイルに触発され、この動画の視聴内容の穴を見つけてアンチコメントを残そうとしている人もいるかもしれない。かかってこい。ということで今回は、過去に Kindle ユーザーだったこの私が読書用端末に Kindle をおすすめしない理由を挙げ、今回私が新調した端末についてレビューしていきたい。この動画を見ているということは、 Kindle 端末の概要もしくはすでに使っている人がほとんどだと思うので、端末詳細の紹介は省略するが、私が実際に Kindle 端末を使った上で読書用端末に向いていないと感じた理由は2つ。感度が悪すぎる。読書以外で使えない。ちなみに今現在 Kindle 端末には Kindle Paper White や Kindle Oasis、 Kindle Scrub などいろんなモデルが発売されているが、今回対象にするのは Amazon 上で最も購入数が多く、実際に自分も使っていた Kindle Paper White を対象に話を進めていく。まず1つ目、感度が悪すぎる。 Kindle 端末は何と言っても画面上の文字をモノ本の紙と同じような質感で表示することができるのが特徴なんだが、それ以外の機能はスマホと比べるとかなり劣ってしまう。こんなことを言うとスマホと比べるとか草って声が聞こえてきそうなんだけど、黙れ小僧。まずここで話したいのがタッチ操作の感度だ。進化しきったスマホのタッチ操作の感度に慣れた我々としては、この Kindle 端末独特の鈍い感じが何ともイラつく瞬間がある。それが気になったフレーズにマークをつけるこのような操作をする時のこの絶望的な感度だ。ちなみに私は Kindle 端末をすでに売却しているので手元にはないが、代わりにスマホを使って簡単に説明しよう。例えば本の中の気になったフレーズに色をつけたいとする。そのフレーズがページ内に収まっていれば、このように問題なく色をつけることができる。しかし、このように色をつけたいフレーズがページをまたぐことがあるだろう。そんな場合、Kindle 端末だと感度が鈍く、うまくページをまたぐことができないということが多発するのだ。もう一つは読書以外で使えないということだ。本を読むときはこんな感じで、知らない単語の意味を調べたり、それに関連した内容を Google で検索することがあるだろう。 Kindle Paper White には辞書機能が搭載されているものの、調べる単語によっては言葉の意味が表示されるのに絶望的な時間がかかることがしばしばある。それに加え、 Kindle 端末にはブラウジング機能が搭載されているんだが、さっきと同じように挙動は遅く、その様子は1950年代のテレビを彷彿させる。まあ、そこまで言うんだったらスマホを使えよと思うかもしれないが、お忘れだろうか。スマートフォンが悪魔の発明だということを。スマートフォンで YouTube や X を開いた時の自分を思い出してほしい。 YouTube のアルゴリズムは完全に私たちの脳をハックし、次々に個体ごとに特化したコンテンツを表示し、X はこの世のノイズが全て集約されたのかと言わんばかりの憎悪にあふれたポストが我々の時間を消費していくよう設計されてある。たまに可愛らしい動物の動画が流れてきたと思いきや、気づいた時には謎の時空が歪む現象に否まされ、気づいたら2日ほど時間が経っていたということは誰しもが経験済みだろう。そう、もはやスマホは我々人間が使いこなすものというより共存するものとなっているのだ。もちろん端末によってはアプリ単位で時間制限を設けることも可能だが、これらのアプリは使い方によっては情報収集の強い味方になってくれるので、アプリの使用時間を制限するのは得策じゃない。じゃあここで読書用端末として別の端末、かつより多くの画面を表示することができるタブレットを検討した場合に起こりうる災難について短めに話したい。実は私、Kindle 端末を保有している期間に iPad を使っている期間が5年ほどあったのだが、タブレットで読書をした記憶がほとんどなかったりする。というのもタブレットは基本的にでかいし、そもそもの存在意義はスマホと同等、もしくはノート PC の介護感に近しいものがあり、タブレットでのみできるような用途以外では存在意義が謎だというふうに感じているのは私だけなわけがない。というのもあって、
私の最初で最後の iPad は全く別の用途として使う運命になった。もうここまで来ると黙って本で読んどけよ感が否めないんだが、リアル本は致命的な問題を抱えているんだ。それが本は読みたいと思った瞬間から時間が経つほど読み終える可能性が減るということだ。限られた時間の中で本を読むために必要なのは、読みたいと思った瞬間にポチり、その読みたい熱量が冷めないうち、言い換えるなら自分が知りたい情報が明確なうちに読み切った方が、自分に必要な情報をより正確に見極め、短時間で多くの情報収集ができるというのは、積んどく経験者なら分かってもらえるだろう。この自分が何かをしたい熱量と、それを踏まえて得ることができる報酬の話はセックス。つまりここまでの内容をざっくりまとめると、利便性に弱点を抱える Kindle 端末、時空を歪ませ脳を侵食するメインスマホ、サイズと価格、そもそもの存在意義が問われるタブレット、携帯性と現代人の読書習慣との相性が微妙なリアル本、このようにそれぞれが課題を抱えているのだが、それをすべて払拭するのにふさわしいのは別のスマホを購入するのがいいのではという考えに至った。そこで今回私が購入したのが Xiaomi の Redmi 12 5G だ。ということで、なぜこの端末を選んだのかを解説していきたい。まず今回スマホを選ぶ上で押さえておきたいのは画面サイズ。やはり一つの画面に表示される情報量は多い方がいいので、この可愛いお手手に収まる限りのでっけえやつが欲しい。しかし今回購入するのはあくまでもサブ機だ。リンゴ教やそれと敵対する勢力が販売している高スペック端末は高くて買えない。つまり価格はできるだけ安いやつがいい。ということで、画面サイズと価格、この2つを比較項目とし、現行端末を対象にディスプレイが 6.5 インチ以上でミドルスペック帯以下の端末を羅列した。そこで Xiaomi の Redmi 12 5G がサイズと価格ともにいいということが分かったのだ。ちなみに価格はAmazon だと3万円弱するのだが、今回スマホの通信代の見直しも兼ねて IIJMIO に乗り換えるタイミングでの端末購入だと7000円で購入することができた。ちなみに IIJMIO はキャンペーン割引適用外の通常価格で、月のデータ使用量が 10GB だと月額1500円で使うことができるので、この機に乗り換えをするのはありかもしれない。概要欄にアフィリエイトリンクを貼ってやす。ということで、 Redmi 12 5G について簡単に説明したい。サイズは高さ 16.9cm、 幅は 7.6cm、 6.8 インチで重量は 200g、 顔認証と本体側面の指紋認証に対応していて、充電ポートは USB Type-C の普通のスマホ、本体上部にはイヤホンジャックを搭載、バッテリー容量は 5000mAh でお財布機能を搭載しているが、これらの点に関してサブ機として使う自分としてはまあどうでもいい。ちなみにカメラは iPhone 15 Pro Max との比較で、背面撮影、前面撮影、動画とこんな感じだ。まあ、カメラは見ての通りかなりしょぼいので、おそらく使うことはないだろう。 Xiaomi 端末はデフォで画面フィルムがついているので、このまま使ってもよかったが、一応安物のケースを購入した。ちなみに Redmi 12 5G はメモリが 4GB と 8GB の2つのモデルが取り扱われているんだが、今回は 8GB モデルを購入した。というのも、実は私は Xiaomi の格安タブレット Redmi Pad 5 の 4GB モデルをメモリ 6GB に拡張してリビング用として使っているのだが、お世辞にも快適に使えるとは言えないので 8GB モデルを選ぶことにした。一応動作をiPhone 15 Pro Max と比較するとこんな感じだ。ブラウジングならほとんど差はない。気になるのは電子書籍を読む上で差し支えないかどうかだが、もちろん Kindle アプリをダウンロードして使うことができる。ちなみに脳を侵食されないために不要なアプリは削除した。というのが Redmi 12 5G のレビューだ。しかしその後私の読書量が増えたのかというと、数ヶ月に1冊程度からは特に変化はない。だが情報を得る上で読書というのはあくまでも手段でしかないのだ。つまり読書量が少ないことに後ろめたさを感じる必要は全くなく、
問題は自分に必要な情報が何なのか、そしてその情報を得るために必要な本を的確に見極め、その上で自分が求めている情報が書かれてありそうな本が見つかったら即ポチし、なるはやで読み終えるという意味で、今回私がレドミ 12 5G を選んだのは正しかったのではないだろうかと、最後の最後にとてつもない自己正当化をして今回の動画を終えたい。以上。